イルカは、ホニューコクジラグーテイモククジラ類ハクジラアモクに属する種のうち、比較的小型の種の総称。分類学上は、イルカに相当する系統群は存在しない。一般的には、ハクジラアモクに属する生物種のうち比較的小型の種を総称して、イルカと呼ぶことが多いが、その境界や定義については、はっきりしておらず、個人や地域によっても異なる傾向が見られる。 同様にして、クジラの定義もはっきりはしていない。このように、イルカとクジラの定義や分類は、個人や地域によって差異が見られており、安易な区別は、誤解や混乱を招く恐れがある。実際には、ハクジラとヒゲクジラとの差の方が、生態的にも、形態的にも違いが顕著であり、また遺伝的に見ても、進化系統が独立している。そのため、 学術論文や専門的な書籍などでは通常こちらの区別が用いられる。英語でのドルフィンとホエールの故障の区別は日本語のイルカとクジラの区別とほぼ共通する。例えば小型ハクジラ類の内ゴンドウクジラについては英語ではホエールと呼びクジラとして扱う点で日本語と共通する。ただし日本語でイルカと呼ばれる。 種のうちネズミイルカかのものは、英語ではポーパスと呼んでいて、ドルフィンとは区別している。クジラとイルカが区別されるようになった原因としては、日本人が古来からクジラとイルカを呼び分け、全く異なる生き物と認識していたことに起因すると、する説がある。すなわち、昔の日本人は、視覚的な印象から、海に住む大きく雄大な生き物をクジラ、 小さくて俊敏な生き物をイルカと呼び分けていた。その分類感覚が時代を経て広まった結果、標準和名の末尾にも、イルカ、クジラという名前が付与され、現代においても、なお、これらのグループを区別して認識されているとしている。この仮説が正しい場合、当時の日本人は体調を計測して、これらを呼び分けていたわけではないので、生体の体調が4メートル以下のものがいるか、 クジラとイルカの違いは大きさのみといった解釈は正確ではない。またこの仮説においてシャチやスナメリなどは妙にイルカもクジラも含まれていない生物種についてはどちらにも属さない独自の動物として認識されていたと考えられている。多くは海に生息するがカワイルカ類のように淡水である川に生息する種類や淡水と奇水域を行き来する種類もいる。頭頂部に 肺呼吸のための一つの噴気口を持ち、体表面下で分子して左右の肺につながっている。呼吸の周期はおよそ40秒である。平均体温は摂氏37度で体温を保つために体は厚い皮下脂肪に覆われている。泳ぐ速度は最高で時速 30km 程度とされる。陸性哺乳類と比較して体重あたりの血液量が多く。 血中のヘモグロビン濃度、筋肉中のミオグロビン量が多く、そのため一回の呼吸で長く、海中に止まることができる。また海中では、不必要な心拍を抑制し、血液を脳や心臓などの重要臓器に集中させて、酸素消費量を抑えるメカニズムも備わっている。イルカは一度も泳ぐのをやめず息継ぎもきちんとしながら、常に泳ぎ続けていることから、 かつては、イルカは全く眠らないのではないかと言われていた。しかし、イルカは、半球睡眠の能力を持つことが分かってきており、眠らないという説は現在では、あまり有力ではない。また、右の脳が眠っている時は反対の左目を、逆に左の脳が眠っている時は右目をつむりながら、泳ぐ。体型は、防水上で、 背に鎌型あるいは三角形の背びれを有する種類が多いが、背びれがほとんどない種類もいる。尾足の最後部に尾びれを有し、尾びれを上下に動かして泳ぐ。前足に相当する部分に胸びれがあり、後ろ足は退化してわずかに骨のかけらとして体内に残る。2006年に腹びれのあるイルカが発見されたこともある。メスとオスに分かれ、生殖行為を通して、 一定期間妊娠の後に出産する。生殖期は通常外見からはメスとオスの区別は困難であるが、交雪時にはペニスが露出するため容易に鑑別できる。誕生からしばらくの間は母親の母乳によって育てられる。多くは肉食であり、魚類や糖足類などを捕食する。また、水分はあくまでも食料の魚類などから摂取する。 水分として直接摂取するほか、脂肪を体内燃焼した時に生じる代謝水もある。海水からは摂取する割合はごく少量であり、意図的に摂取しているのではないと考えられている。海水を大量に摂取した場合、排尿が促進されて脱水症状に陥る点は人間と同じである。イルカの葉はおよそ80本あるが食べる時は丸のみである。 肺呼吸であるので、他の放乳類と同様に、咳をしたり、肺炎になったり、風邪をひく。水族館などでは、日頃の行動観察や、体温測定、採血などで、体調管理をする。ただし、症への参加を嫌がり、手病を使うイルカもいるとされ、判断が難しい場合もある。イルカは単独で行動するケースも見受けられるが、 複数匹で群を成して行動することが多い。また、複数の実験、観察結果を通して、噴気口付近から出す、クリック音を使って、同種の個体同士でコミュニケーションする可能性が指摘されている。全般的に好奇心旺盛で人懐っこく、船に沿って泳ぐなどしてその姿を人間に見せることが多い。人間は、このような性格を、工業や、 アニマルセラピーとして利用している。イルカは体重に占める脳の割合が人に次いで大きいことから、イルカの知性の潜在的可能性が古くから指摘されており、世界的にも数。ただし、イルカの脳はサイズは大きいものの、クリア細胞の割合が多く、ニューロン自体の密度はそれほど高くない。ただし、ニューロンの密度をもって知性が劣ると言い切れるのかは定かではない。 従って、科学的根拠から、脳のサイズのみから、知性のレベルを判断するのは、総計である。イルカの脳は、その生息環境及び形態に応じた適応を、また、肺を肥大化させると運動能力が犠牲となるため、現在の脳に最適化されたと考えられている。イルカが人間と同様の知性を持つ、あるいは、人間以上の知性を持った存在として描かれる。 作品は多数存在するものの、いずれも科学的根拠に乏しいフィクションである。イルカのパルス音また、イルカは高い周波数を持ったパルス音を発して、物体に反射した音からその物体の特徴を知る能力を持つ。さらにその特徴を他の個体にパルス音で伝えたりと、コミュニケーション能力は高く、人間のようないじめも行うこともわかっており、 魚などを集団で噛みつき終わらせ、もて遊んだ挙句食べずに捨てる、小さな同種のイルカや弱ったものを集団で噛みつくなど、して、殺すなど、集団的な暴行行為も行う。イルカと言語の詳細は、反動イルカ感覚とコミュニケーション高を参照のこと。なお、脳科学者の池谷雄二は、イルカの脳は高性能だが、人のような死死がないことで、 脳が人間のように十分に活かされていないと主張している。ショーアンティル諸島で次のようなことが観察されている。群れから遠く離れたイルカがサメに襲われた時、SOS 信号を出し、その信号を受け取った群れのイルカが助けに駆けつけた。助けられたイルカは自力で浮上することができなかったが、仲間に介護され2週間後に回復した。以下に確認、分類されている。 イルカの名称を挙げる。この中には身体全体が発見されていない種もいることから将来的に新しい種が発見されたり分類学上の基準が変わり一つの種が複数の種に分かれたり逆に複数の種が一つに統合されたりする可能性もある。イルカに厳密な定義はないがここでは和妙にイルカがあるトガに含まれる種を挙げる。これらは通常 イルカと呼ばれる種に一致している。これらの種は、スナメリを除き、和名に、イルカを含む。ただしこれらの他に、一角化の白い、クジラ類の系統の中で、上で挙げた、ア赤を、太字で表す。戦死時代の世界各地の貝塚から、イルカをはじめとする、クジラ類の食物残種が見つかっており、イルカなどのクジラ類の骨は生活の道具や、狩猟具、 としてて利用されてきた日本において判明しているのは、縄文時代まで遡り、約8000年前の縄文前期の遺跡とされる、千葉県立山市の稲原貝塚において、イルカの骨に刺さった黒曜石の先の石器が出土していることや、約5000年前の縄文前期末から、中期初頭には、富山湾に面した石川県遺跡で大量に、出土したイルカ骨の研究によって、 積極的捕獲があったことが証明されている。クジラが北欧や日本などの海産国で貴重な資源としてあまねく利用されるのとは異なり、現在ではイルカを中心にした産業が成立している。ケースは世界的に見ても少なく、フェロー諸島、南太平洋の島国や日本の一部の地域、カナダのイヌイット地域などで肉が食用に供されているに過ぎない。もっとも、 捕鯨技術発達の初期段階では、イルカが捕獲対象となることは多かった。また、ビスケー周辺では中世まで盛んに捕獲が行われ、芸油の原料や食肉として利用された。イングランド宮廷では17世紀頃までイルカが食卓に供されていた。イルカ市場日本の場合、戦前や戦後の食糧難の時代、クジラと同じくイルカも貴重なタンパク源であった。 今でも比較的イルカがよく観察されるところでは食用にする習慣が残っているところもあり、各都道府県知事許可漁業のイルカ、津禁防漁業、イルカ追い込み漁業として認可を受けて創業しているところもある。例えば静岡県の東部地域や駿河湾で水揚げされた魚介類が流通する内陸部の山梨県では明治初期からイルカ食が行われ、 山梨県藤川町のカジカザーガ子からは、マグロなどの大型魚類と共に、イルカの骨が出土している。あるいは、和歌山県でもイルカ食文化があり、この漁法で仕留めたイルカの肉を、街中の魚屋やスーパーマーケットなどで、日常的に販売している。最大の産地は、岩手県である。イルカの漁獲量は、一般の漁業と異なり、重量ではなく、頭数管理とされている。 なお、低地毛で婚格されたイルカが食用とされる場合も、ある。2009年にイルカ追い込み量を批判する映画、ザコーブが制作され、日本での公開の際に話題を呼んだ。血抜きをされていないイルカ肉は、鉄分が酸化し黒っぽい色をしている。また、青魚を主食とする、イルカの肉独特の臭みは、脂身の脂にある。よって、イルカ肉を美味しく調理するには、 肉の血抜きと脂身の脂抜きの下処理がポイントとなる。脂の臭みが肉に移らないように脂身を取り除くか、肉と脂身を別にして調理するのが理にかなっている。調理法としては、一般的には肉をそぎ切りにし、塩漬け塩抜きし、もしくは醤油とみりんと砂糖で作ったタレにつけて、ごまを振り、天日干しにし、焼いて食べる。また燻製にもする。 イルカの背びれおびれは薄く切って1から2日ほど水にさらして30から40分ほど茹でて塩をしたイルカすましとなり酒のつまみとしてポン酢、わさび醤油、酢味噌などで食べる。山形の郷土料理のイルカ汁は塩クジラと野菜の味噌汁であるがその名称はかつてはイルカ肉の塩漬けを使用していた名残である。イルカ肉はその臭みから 塩クジラにとって変わられたとされる。イルカの刺身生肉は冬が旬の食材で、販売時には肉と油側の角切りが一緒にパックされていることも多い。煮物にする場合は水にさらして血抜きをし、4から5時間ほどした湯でして、アク抜きをして臭みを除いてから生姜ごぼう、人参大根、こんにゃくなどとともに味噌煮にすることが多い。静岡県東部地方では、 これが冬の郷土料理である。また新鮮な生肉もしくは解凍した冷凍肉を水にさらして血抜きをし硬い表皮を除き肉と脂肪層を数ミリメートルの薄切りにして刺身にしおろし生姜醤油おろしにんにく醤油などで食べる。また生肉もしくは解凍した冷凍肉を水にさらして血抜きをし硬い表皮と脂肪層を除いた肉の部分のみを マトニや、唐揚げや、タツタ揚げやステーキにする。イルカのすき焼きにする地方もある。また動物性油脂を、天ぷら油として使用する一部の地域では、豚の油網の代わりに、イルカの脂肪を使用することもあるようである。近年になって、大型のクジラの捕獲量に制限が加えられ、流通に支障が出てくるようになると、単に、芸肉と称して、 イルカの肉が市場に出回るケースもあるようである。大型クジラ類のほとんどはヒゲクジラの仲間であり、それと誤認させるような表記は問題だが、マイルカ科のハクジラでもゴンドウクジラなどの肉はもともとクジラとして流通していた。もっとも、現在のジャス法上は、そのような表示は不適法とされており、それぞれミンククジラ、イシイルカなどのクジラ種別表示が必要である。なお、 日本の厚生労働省は2005年、イルカを含む白磁ラ類の肉には、マグロやキンメダイなどの一部の魚介類と並んで、メチル水銀などの人体に、有害な有機水銀類が含まれるとして、妊娠時の女性に対して、摂取を控えるように警告した。具体的には種類により異なるが、全体に魚類に比べて、厳格な基準が設けられ、最も厳格な基準のバンドウイルカについては1回。 約8 0ムとして妊婦は2ヶ月に1回以下とするように推奨している。ただし、妊婦以外の一般人の摂取に関しては、幼児の場合なども含めて特に制限が必要とはされていない。イルカやクジラなど海水哺乳類はアニサキスの主な最終宿主で、成虫はその長官に生息する。水族館でのイルカアニマルセラピーとして、イルカと触れ合うことで心が休まることなど、 精神的な疾病の治療にも利用されることもある。水族館での生活に適応できた個体は長生きし、繁殖まで行うことができ、一部の施設では飼育か5世の繁殖も成功もしている。船でイルカと並走しながら泳ぐ様を鑑賞するドルフィンウォッチングが開催されている。バンドウイルカなど一部のイルカは、水族館において展示飼育されることも多い。 訓練されたアクションによるイルカショーなどに使用される。一方で、監禁飼育で、ストレスが大きいという指摘がある。動物調教師のリチャード・オーバリー氏は、狭い囲いに監禁するのは視覚に頼る生き物を、鏡に囲まれた空間で生活させるようなものできが、狂ってしまうと指摘している。ただし、野生のイルカと飼育下のイルカを実際に比較した研究では、 野生のイルカの半数以上が何らかの病気に罹患しており、飼育下のイルカの方が、はるかに健康的であるとされている。研究では360頭以上の野生のイルカが検査されたが、野生のイルカからは、進行感染症や腫瘍、抗生物質耐性菌、驚くほど高いレベルの汚染物質が検出され、臨床的に正常とされるイルカは半数にも達せず、 厳格に管理された、飼育下のイルカの方が健康であるとされた。詳細は、イルカショーを参照前海軍海洋保乳類利用計画のもと、発信機をつけ、訓練を受けるイルカアメリカ合衆国海軍においては、動物兵器として、嫌いの探知、ダイバー救助などに利用されている。米海軍が和歌山県大事漁港から花ゴンドウを購入した事例もある。イルカは、 冬の季語、竹内すくねに連れられた大使は、伊沢家と名の交換を行ったとする。説話によれば、大使が、角地下の仮宮を営んでいると、世の夢に、伊沢家が現れて、名を交換するよう告げられた。大使が承諾すると伊沢家は、翌朝に裏に出るように言い、大使が言われた通りにすると裏には一面に伊沢家の、剣じたいる家業があった。これにより大使は、 伊沢サワを、未決の大臣と称え、後にその名が、下避大臣となったという。この伝承からは、イルカが当時より、食料の魚とされていたことがわかる。また古事記では、花を怪我したイルカの血の匂いから座礁した裏を、チウラと名付け、これが転じて、とやつが、ツルガという地名が生まれたというに由来するとしている。太平記フ本家23、大森彦七がことでは、 白七兵過激余が持つ、血という妖刀が、段の裏の戦いで海に落ちたのを、イルカが飲み込んで、サヌキ国の歌津沖まで運び、百年余りの地に、漁師によって引き上げられたその刀を、クスノキマサシゲを倒したという武将、大森森永が手にしたという伝説が描かれる。クノッソスにあるイルカの、フレスコがイルカ信仰イコールを信仰の起源を、遡ると、最古のものとしては、 シュメールのアプカルル・アダパにたどり着く。バビロニアのオアンネスも同じ存在を指しているとされ、これらはエンキやダゴンと同一視される。これらはケンジャイコールチェの神とされ、イルカが賢いとされる言説は根源的にはこれに由来する。アプカルルはアッカド語で偉大な水の人の意味で偉大なという意味の形容し、カルを取るとアプルすなわち、 水の人という意味になる。このアプルは、冥界の太陽神ミネルガルの称号であり、このアプルが、アポローンやアプロディーテの五感、アポロ、アプロの語源であると考えられている。イルカは、アポローン、アプロディーテディオニューソス、ポセイドーン、アムピトリ,ーテのトリートーンは上半身が人間で、下半身がイルカとされる。古代ギリシアにおいて、 イルカを殺すことは重大な罪であった。ユダヤ教では、クジライルカ類は、カシュルートの海や川の住民のうち、ヒレ、ウロコのないものに該当し、ウロコのない魚なので、食べてはいけない。古代西洋世界において、魚の中で最も強く早いとされたイルカは、魂を冥界に運ぶ使者と考えられた。初期キリスト教でも、イルカは、預言者ヨナを飲み込み、 無事に陸地に送り届けた大きな魚の説話から救済と復活の象徴となった。また、魚であることからキリストの象徴を灯され、しばしば三つ股の矛や怒りと結びつけられて、カタコンベの壁画などで表現された。クジライルカ類の捕獲、屠殺に対する西洋人のヒステリックな反対運動の背景には、こうしたクジラやイルカを、 神の使いイコール天使イコール救世主、神聖動物とみなす、西洋世界の宗教的神聖の伝統がある。小説、童話漫画、アニメ絵本家 TV ドラマ映画ゲーム。ありがとうございます。